バトルブルズは単なるゲームではありません。クリッカーゲームとバトルモードの人気の仕組みを組み合わせていると同時に、実際の仮想通貨で利益を得ることが可能になります。どうやって？このビデオではこれについて説明させていただきます。バトルブルズで最も重要な残高は時間あたりの収入です。エアドロップ中のこの残高は利益に対する皆様の鍵となるトークンであるブルスプリットに変換できます。ブルスプリットトークンを所有すると、取引所で販売したり、スプリットテクノロジーを使用して利益を増やすために使用したりできます。最初の方法はすぐに利益を得たい人に適しており、2番目の方法は長期的に利益を増やしたい人に最適なソリューションです。ブールスプリットトークの所有者になることで、参加者に毎日報酬を割り当てるゲームプールに参加できます。報酬の受け取りを開始するにはブールスプリットを凍結するだけで十分です。その後プールから毎日の報酬を請求して受け取り始めることができます。報酬を受け取るプロセスはブールスプリットトークンが凍結されている限り継続されます。ゲームプールから報酬として受け取った仮想通貨は取引所ですぐに売却して利益を固定することも、蓄積し続けることもできます。先ほどお話しした仮想通貨で報酬を受け取るこの方法はスプリッティングと呼ばれます。これは初心者の仮想通貨愛好家でも仮想通貨で報酬を受け取ることができる革新的なテクノロジーです。必要なのはスマートフォンだけです。バトルブルズのプレイヤーにはゲームプールとスプリッティングに完全に無料で参加する素晴らしいチャンスがあり、時間あたりの収入が増加します。エアドロップがこの残高から生まれているためです。まだバトルブルズをプレイしたことがない方は急いでください。ゲームに参加し、自分のキャラクターをアップグレードし、時間あたりの収入を増やして、エアドロップでできるだけ多くのブルスプリットトークンを獲得しましょう。